こんにちは、くるみです。こんにちは。こんにちは。今日は何やるか聞かなくてもなんとなくわかるんですけど、何やるんですか？くるみさんって、はい、駄菓子好きっすか？好きです。好きな駄菓子とかあります？ゴーインチョコ、青色のゼリーが好きでした。これ棒のやつ、青とか紫とかある。甘ったるいやつですか？青色のゼリーが好きでした。はい、ありますよ、ありますよね。好き好き昆布。あ、結構渋いところ行きます。好きです。駄菓子ってまあ量はあんまないじゃないですか。うん、お腹いっぱいになったことってなくないですか？はい。というわけで、はい、今日ちょっともうあの目の前にこう、ね、絶景が広がってると思うんですけど、スダコさん太郎、わさびのり太郎、はい、あ、全部太郎？焼肉さん太郎、かば焼きさん太郎、全部太郎がつくんですよ。そうなんだ。今日はこれを100枚山で食べれちゃうんじゃねチャレンジですね。イエーイ。余裕じゃない。ルールをつけたいなと思います。はい、1枚くるみさんが食べたとします、うん、その最後に食べ始めたやつから15秒以内にまた別のものを口の中に入れてください。硬いですよね、このかば焼きさん、おしゃれさん、焼肉さん。とりあえず袋を開けて、うん、食べるって意思さえ見せればそこで用意しましょう。わかりました。はい、戦術みたいなのあります？私とりあえず須田子さん太郎が一番柔らかいからすぐ飲み込めると思うので、はい、須田子さん太郎を先に食べ、その後にどれかいきます、はい、なるほどなるほど。僕一番やばいなって思うのはわさび太郎で、辛い、すっごいツンときます、ね、じゃあわさび太郎を最後に食べます。だってもしかしたらわさび太郎までいけないかもしれないから、そしたら食べなくて済む。水開けとこう。はいはい。あ、まだ口入れてから。そうですね、口入れてから15分。これ100枚無理だわ。まだ1枚しか食べてないじゃないですか。どうすか、お味は？うんふんふん、2個焼きました。味変え。早速ルール崩れた。先方っすか、先方。うんふん、2個無理な気がする。15秒やめますか？やめますか。やめましょう。とりあえず100枚早く食べれるかっていう。もういらない。いや、本当に限界を感じた時点で終了ですよ。わかりますか？はい。かば焼きさん、飲み込めない。あ、なんすか？わさびのり、わさびのり太郎？はい。パクパクしてて食べやすい。本当ですか？結構ツンってきません？うん、大人になってから、なんかお酒と一緒に食べると結構いい大人になる。なんかまとめ食い戦法とか。やってみようかな。うん。うんうんうん。四枚文字。うんうんうん。四枚一緒に食べてみよう。そっか。せっかくやから楽しく食べた方がいいですね。そうです。もういろんなパターンで。うん。四枚同時にいきまーす。めっちゃある。どんな味します？めっちゃ美味しい。おお、なんか、はい、かば焼きさんと焼肉さんは同じものとしてなんか味が一緒になってるんですけど、はい、ちょっとピリッとしてるんだけど、はい、酢が効いてて全部の味を感じるんですか？全部の味がある。すげえ。めっちゃ美味しい。ちょっとやってみよう。俺もいや、あごバクバクだから。ちょっと何言っちゃうか。どう？あー、美味しいですよね。美味しいです、美味しいです。ちょっとやってみてください、全部重ねて。で、本当美味しい。こんな時じゃないと4種類一気に食べられないんですから。苦しそう。どう？顎弱くないです？ YouTube 撮り始めて、はい、毎回なんか食べてるけど楽しく、美味しく食べたことはないですよね。あと何枚？あと19枚。なんか須田子さん食べたら終わりみたいな。実際問題、飽きたっていうのは、はい、もう2枚目ぐらいから来てます。食べたいか食べたくないかというと別に食べたくはない。胃が痛い。てか須田子さん太郎私大好きだったんですけど、はい、一生分食ってるかわかります。もう絶対そうだと思う。激辛、虫、毎回帰ってお腹が痛いとか。
予定潰すとか、あるんですか、動けないとかなるんですけど、今日はなんか別の意味で、なんか行きたい感じで家に引きこもりそう。でも、虫の後、何も食べたくなくなりませんでした。でも逆に、虫だけでお昼ご飯したくないと。あ、逆にね。お弁当買って食べたんですけど、夜あたりからすぐにお腹痛くなって。わかる。私なんか虫食べた後、何食べてもなんか虫の気がしちゃって、虫食べたんだよねとか友達に言うと、え、どうだったって聞かれて、毎回乾燥してるたびにだんだん食べ物すべてを拒絶するようになってその話をしながら、なんか食べたくないって。でもいつか訪れる柔らかい系の虫が怖いですよね。全然進まない。これ何枚食べたら偉い。半分ですかね。50枚。20、30、31、32、33、83。10枚ちょい食べてない。10枚ちょい食べて、その飽きた感じ。どうですかこれ、100枚増えそうですか。無理っす。もう食べたくないんですよ、本当に。たったの1枚もけど、ね、はい、あまりにも食べてなさすぎて。もう飲み込みたくない。今どんな気持ちですか。今は、はい、本当に自分の意志の弱さと、はい、マネージャーさんの冷ややかな目と辛い気持ち。辛いし、はぁ、もう無理。もう食べられないです。わさびでやられてる。わさびきつい。もうやめます。食べ物は美味しく適度に食べましょう。バイバーイ。